はい、皆さんおはばちゃん宮内ゆきです。それでは今日も実況プレイ始めていきたいと思います。ただいまですね、10月22日の、午前5時になろうとしているところです。はい、前回、昨日ですけどね、そのプレイから、ポケモンはねまた捕まえてきたので、いっぱいねそれ紹介していきたいと思います。どっからだ、かなり捕まえたんだよな。ですね、14番道路のポケモンからいきます。ゴンゴンまでは捕まえました。はいはい、まずブルンゲルナンパ船ですね。これなんか船を沈めちゃうっていうかね、沈めてなんかその城を作ってるらしいです。はい、ゴルダック青アヒル、青いアヒルだからです。チルットチルルレベル33、レベルはいいか。コジョフカンフーフレベル35、アブソル危ない、ちょっと危険な災いポケモンって言われてるんでね、危ないって名付けました。はい、チルタリスはチルチルにしました。はい、バスラオ青刺身、青い刺身食べると意外に美味しいらしいです。はい、ブイゼルイタチポケモンなのでイタチで、バスラオもう一匹ですね、今度赤い刺身の方です。赤身の方が美味しそうな感じがします。フローゼル漁師、なんかすごい魚とか捕まえてくれるみたいですね。スターミ、ジュエリー、もう見たまんまジュエリーっぽい感じの見た目をしてます。プルリル8000、これなんだっけ8000って、なんだっけかな、8000、後で調べます。ホエルコは1トン、1トンの餌を毎日食べるから1トンと名付けました。はい、ヒトデマンは元通りですね。なんだっけ、この赤い部分、コアの部分が残ってたらもうすぐ元通りになれるってことで再生ができるってことです。はい、プルリルプルプル、オスとこちらメスですね。はい、タマンタ、AAO、 はい、O を伸ばすところは入れられませんでした。 A なんで、そうですね。で、はい、ホエルを白流すクジラということでマンタイン、カイト、カイトポケモンですね。鉄砲を水流、水鉄砲とか、そんな感じです。で、ランプラーリポポレベル41と、マリルイマリリンレベル37は今日もお留守番でございます。あ、そうだ、はい、じゃあ今日は久しぶりにマニリッチジュリレベル38いきます。お守り小判です。チルタリスエースレベル37、竜のプレート持たせてます。エモンガマーチュンレベル39食べ残しジャローダヘビリンレベル38大きな根っこ、ドリューズモネラレベル37柔らかい砂、人影デコちゃんレベル33学習装置、久しぶりにって、前回もちょっと出てましたけどデコちゃんね連れていきたいと思います。ちょっと次のジムがドラゴンなんで、チュリをね育てていきたいと思います。実はですね、全然ちょっと全く寝てなくてですね、あんまり頭が働いておりません。そして今日このまま仕事に行くということでね、気をつけていきたいと思います。皆さんも、月曜日の初めですけれども、これをねアップする時にはもう夜になってますけどね、はい、13バトル長いの、皆さんね、月曜日週の初め元気よく行きましょうね、みんなで。
スタート屋さんなかなか行けないの。10月22日ですね。カゴメタウン晴れでございます。13番道路も晴れ。 OK、 さあ行くか。さあじゃあ頑張っていきましょう。本日1戦目、土鉄骨。相変わらず美味しそうな感じですね。どうしようかな。エースに変えます。あぶね。空を飛ぶで攻めます。怖いな。半分いく？いかないか。スパイスも下がっちゃったので、竜の息吹いきます。やばい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 。マジかよ。マーチュン行きます。アクロバットで攻めます。マジやばいじゃん。めっちゃ強いんだけど。モネラでどうしようかな。地震いきます。あぶねえ。おお、わかった。おお、切り裂くだ。個人的にどうしようかな。あんまりあのメタルクローがあんまり好きじゃないんで。OK。強かったな。やっべえ、もう早速1戦目から。君の道を行け。いいね。よし、行こう。トレーナーの数もめっちゃ多いんだろうな。えいえいえい、ずるずるずる。バトルガールさん。マジいいやつばっか出るな。今度こそエースで勝たせたい。あぶねえ。いいね。このマジめっちゃ食らいすぎでしょうね、ほんとね。 OK、 これはもう OK。 いいね。
けないから、多分これ下に落ちてるってことだ。うん、そうなんだよね。だから僕なんだっけ、え、俺の今の肩書きってなんだっけ。あ、そう、ポケモンレンジャーにしてるんだ。やっぱ正義の味方って感じがね、すごいいいんで。うん、ちょっと待って、この下から先行くか。下どうなってんのこれ。広いなぁ。逃げる。あそこで釣り自分で行けるかな。頑張ってみましょうか。危ねえ。うん、オッケー、2発でいける。やばいやばい。やばいやばいやばい。もう一回レッドビーム。オッケー。39。元気ですよね。だけど特性が冬なんですよね、多分ね、これね。そっか、どうしようか。困ったな。ヘビーに出します。来た。まずですね、ヤドリギを植えます。これは役に立つわ、長期戦の時は特に。やばい。メガドレイン行きます。もう一段階下がったらかなりきついな。しゃあ、オッケー。早い早い、どんどん上がります。素晴らしい。
無茶か。あ、そうだ、この辺に落ちてんだよな。ここだ。よし、ラッキーラッキー。ハイパーボール。さあ、釣り人さんです。おお、いいね、シャワーズ好きです。レベル40高いな。今度は、なんか気分的にマーチン出します。あぶねー。とりあえず麻痺させたいな。さあ、どういうぐらい効くか。あぶねー、よかったよかった。トレーナーがほんとみんなめっちゃ強くなってるわ。オッケー、経験値もいっぱいもらえるんでね。うわ、大事だよな、それも。水着か。なるほどね、戻るときはここから行けるわけだ。で、他の人も戦って、まだいいや。上から行きますか。どうも、天気お姉さんかな。お相手いたします。パラソルお姉さんか。レベル上げに持ってこいだな、この。おお、やばいな。吹雪、ここで吹雪来るかい。あぶねえ。あまり効かないんですよね。また当たるか。うぶね。オッケー、もう一回リーフブレードで。よかった、なんとか倒せました。そうみたいですね。そっちのパラソルじゃないでしょって。まあ突っ込めってことなんですかね。あ、ここだ。これ高く売れるんですよ。4000円近くの値段で売れる。いっぱいやな。まずこっちから片付けるか。いいねー。
よし、100当てるでよかった。すげえいいリーフブレード、いいね、素晴らしい素晴らしい。うん、人でも、まずチューリン戻します。もう一回ヘビリンに変えます。おお、ルーンとだもんな、マジ頼むぜ。よし、オッケー、そうやね、気分転換大事にしてね。そうやな、かわいいね。OK、 全然効かない。リーフブレードいきます。やばいやばい、ほら早く片付けないと。 OK、 これ OK、 あ、ちょっとヘビリン上がるじゃん。 OK、 上がった。そうだね、それは勝負に関係ないね。マジめっちゃ広いな、おい。ちょっと待ってよ。かわいいな。またエリートトレーナーかと思ったよ。消したら、じゃあ、今度じゃあ、あ、ここも下行けるんだ。ミヤギリ持ってるやつはいないんだよな、今。あ、やべえ、そうだ。プレッシャーか、いいね。おお、強いな。OK、 素晴らしい、経験値も多い。
そう、ここで。またか。おお、やばいじゃん。おお、やばい。ああ、救出した。回復させてません。さあ、どれぐらい効くかな。半分いってほしかったね。おお、いいね。怪力か。持ってるやつがいない。よし、オッケー。これで今度は回復させますよ。さすがモンジャラ強いな。オッケー、特防の方がやっぱり。素晴らしい。おー、解放者。弾けるものを捨てます。解放者覚えちゃえばもうね、もう一番の主力技ですから。オッケー、ちょっと一回回復させるか。行ける方から取り付こうね。うん、ありがたいね。来た。さあ、おお、強えなー。レベル高っ。レートビームでいきます。やばい。あぶね。向こうの方が早いから厳しいな。エースに変えます。
早い。あぶねえ。マジか。次、竜の息吹。やばいやばい、これで。もう一応竜の息吹頑張れ。エース惑わされんなよ。ダメだこれ。しょうがないね。ちょっともうミルクで回復させます。直接攻撃の恐ろしさだなこれが。さあ今度こそ決めよう。オッケー。おお、ちょうど今、まあ今はいないですけどね、リポポがそうですからね。敵に回すと厄介だな、きっと。ちょっとレベルも同じだ。どうしましょうかね。誰に変えようかな。ゴースト炎か。マーチュン出します。特攻が高い。危ない危ない。素早さでこっちが勝ってるから、とりあえず麻痺させたいです。頑張れ。危ねえ。煉獄なんて当たったらもうやばいよ。オッケー、麻痺した。さあ、しびれろ。よし。倒した後でよかった、まだ。オッケー。で、HP みんな低いな。このミルクほんと飲んでみたいな。絶対美味しいんだろうな。さあまたバランスよくレベルがみんな上がってきてます。おお、まあった。あ、でもこいつはいけるか、これチリで。なぜなら冷凍ビームがあるから。半分は行くでしょう。オッケー。よし。というわけで、じゃあまずこっちから行くか。あ、いるね誰か。来たよ、なんかいるじゃん、あそこに。コバルオンだあれ。おお、かわいい。まあこの子は、水飛行タイプなんで得意なマーチン出したいと思います。確実に一撃で仕留められます、水飛行タイプの相手だったら。
パークで。オッケー。うん、経験値が低かったな。あれ、この人ちょうど当たらない。最後のレートビーム10回目です。 OK、 よっしゃ40。なんだっけ、あれだ、チュリのレートビームを回復されます。OK、 来たー。おお、まずチューリーは、よかった、ビブラーバーも一撃できるな。んで、で、マーチュンは、アクロバットはメラルバにあります。素晴らしい。OK。麻痺してくれ。麻痺しないか。オッケーオッケー。もうビブラーバーはこれで。何も仕事をさせません。さあ、電光石火でいけるか。オッケー。ありがとう。チームプレイね、やっぱ大事だよ。ありがとう。そうだね、あんまり得意じゃないんですよね、この複数の。さあ、攻めましょう。おー、影分身。当たらない。頼む、当たってくれ。世界はもうめっちゃ積んでるじゃん。もう一回当てないと勝てないんだよな。オッケー。
隣がなんかめっちゃ気になるもんね。そうにもいろいろあんな。ああまだだ。もうアブソルばっかいいよ。来たプレッシャーだ。やーべ。よかった、先生できて。OK。 ついたじゃん。やったー。おー、びっくりした。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはバッチは、うん、どんな話。おお、いきなり来ましたね。聞かせていただきましょうか。うん、すごいね。ありがとうございました。少し話した、人の話は全然聞いてないです、ごめんなさい僕。いいね、レシラも好きです。待ってくださいよの、あの、あれが5時じゃないです。間違えてません？なんか底辺になってるように見えたけど。
それはそれできついな、ずっと外出れないっていうのは。なんとも言えないね。とりあえず回復させるか。なんとか情報収集までやりたいですね。で、まあ次回は13番道路の続きと。一回戻ってね。おお。ああ、なるほどね。おお、懐かしいな。おお、この辺からね、パーティーが安定して。うん。おお、チルタリスになって。ありがとう。あ、そこも早朝になるんだ。そうだね、そういう大事ですよね。そうです。ちょっと待って、サンタさんがいるよ。来た。なんだこんな朝っぱらからはい、サンタさんに話すと先話がまた終われなくなりそうなんで、もう聞いてましたよ。お、ラッキー、メトロノこいつか。結構いろいろ落ちてんな。そっか、なんか、話しかけなきゃ大丈夫なのかな。あ、ダメだ、やっぱ見つかっちゃったよ。来たよ。準備してこい。なんもないのか。思いっきり普通にいたからさ。もう50分回ってるんでね。優しいサンタさん。じゃあ、今日はここで終わりたいと思います。はい。
次回の実況もお楽しみにしててください。今日も一日頑張りましょう。宮内ゆきでした。